さてさ、しょっくりでございます。外はね、雨が降ってるんですよ。なんでちょっとお昼なんですけど、暗いかもしれないですね。雨が降ってて余裕だと思ったんだけど、車に乗ったら鼻が詰まるっていう怪奇現象。ただいま仕事場に向かうんですけど、ちょこっとだけ寄り道をしてカバンを探しに行こうと思っています。まだまだ記憶に新しい桜の開花宣言、東京のね、全然咲いてないの。4月にならないと咲かないのかね、この辺は。しかも雨なんか降っちゃったりしてね、寒いですよ今日。なんか降ったり止んだりの微妙な雨だな。車を汚すタイプの雨ですね。さてさて、改めましてどやさ、なぜこう今改めて部屋撮りをしているかと言いますと、なんと途中からね、多分フロントガラスにペタッと吸盤でくっつけて、三脚穴を向けて僕にカメラを向けてるんですけど、多分そこの接地面がですね、うまくいかなかったのか、ずっとねカタ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 っていう、なんかな、怖いな怖いなっていう、その音が入っちゃってるんで、撮り直しています。この後僕が何をしに行ったのかっていうと、バッグを購入しました。そして見事目的を全て達成したんで、それをちょっと2つに分けようと思ったんだけど、まあ1個にしちゃえということで、まずバッグ、トートバッグを手に入れました。見えてるかな、中古なんですけど、ハンティングワールドと書いています。裏にすごいアピールしててね、ちょっとこっちを外に向けて持つのはちょっといかがなもんかなっていう感じですね。持ち手も長いんでね、肩にかけれますよ。すごいね、シンプルでしょう。お値段8,500円、税込み。それで全く同じ形で、ここの生地がネイビー色があったんですよ。でもね、そっちすごい高くて1万1000円してたんで、まあ、定価から比べたらめちゃめちゃ安いんですけど、僕洋服ジーンズとかで紺が多いし、なんて言ったらいいんでしょうね、カーキ色ですか。とりあえずトートバッグをゲットしました。いろいろあったんですよ。ポーターのあのタンカーの素材を使ったね、ポーターも僕すごい好きやったんで、それもいいかなって思ったんですけど、こいつにしようと思ったきっかけがですね、あるんですよ。ここにね、全く同じカラーのバッグがあるんですよ。今ね、今ここで見たら色違うって思うかもしれないけど、ほら一緒でしょ近づけると一緒なんよ。これは買って結構経つんですけど、いつやろね、24567はないかな、456ら辺で大人ぶって買ったショルダーバッグなんですよ。いいことなのか悪いことなのか、こういった童顔をしているとやっぱり24567ら辺の同級生とかね、見るとやっぱ大人っぽく見えるわけですよ。いい言い方をすると大人っぽく見られるブランド。ただその時の僕の当時の解釈では、ちょっとおじさんっぽくなりたいっていう時にこのハンティングワールドがいいなと思って、これは新品で買ったんですよ。こいつと出会って全く一緒なんですよ。これはこれでかっこいいなと。普段こっちを使ってて、たまにこっちに切り替えて職場なんかにこれとこれの交互で行ってみようもんなら、いつからあの人はハンティングワールド好きやったんやっていう感じになるでしょう。というわけで、バッグを購入できました。無事にこれで僕もトートバッグデビューを行います。そしてこれも買ったんだ。これはネットで買いました。これを欲しいって言い出したタイミングの前後で、なんか2017年版の選手データ、新しくドラフト入った人とか助っ人外国人とか、なんかそういう選手のデータを無料アップデートを行うらしいんですよ。そのニュースを見てから、これがもう一気にブックオフとかリサイクルショップから消えたんです。でたまにあるんですよ。たまにあるんだけど、5980円とか定価とさほど変わらない感じで販売してて、でネットで見たらまだ4800いくらのところがあったから、楽天のポイントを使って2300いくらで買いました。これでね、うちのメンバーを作ってショーコレチームというものを作りたいんですよ。というわけで今週はほとんど家にいます。なのでブラドラはあまり上がりません。ほとんど部屋撮りでため撮りを行ってゲームに没頭したいと思います。というわけで、以上、前回の断捨離で得たお金で購入しました。8500円、でもこれが実質の、まあ、1万ちょいです。
楽天ポイントを使ってるんであれなんですけど、残りはねちょっと生活費に回そうと思っていて、500円玉貯金をしようと思って買ったビッグボーイくんなんですけど、小銭入れのところから無理やり5000円札を畳んで入れました。この断捨離のお金の中の5000円を入れたということです。誕生日までにあそこを開けて十何万あればGH5 が買える。で、今一生懸命500円玉を作るお会計の仕方をしています。頑張って貯金したいと思います。では、ショーコルでございました。また明日。